じゃあ今作った、納豆パスタ食べてみたいと思います。うん、美味しい。うまいね。やっぱ日本人だね。 DNA から逃れられません。いや、つくづく日本人に生まれてよかったなと思う瞬間です。具材が欲しかったら、僕おすすめはもうイカそうめんですね。たらこパスタ以外は細めの方がいいのかな。といってもこれ日本ではちょっと太めの部類に入るんですよ。スパゲッティの一番細いサイズって 1.7 ミリです。でその下、我々がよく食べてる俗に言うスパゲッティっていうのは大体まあ 1.4 ミリとかが多くて、それはイタリアではスパゲッティーニっていう、まあ、ティーニっていうのはちょっと細めのっていうんだけど、だからこのパスタも 1.7 ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。白いご飯に合うおかずって基本全部パスタに合うんですよ。これは絶対あのイタリア人が食べてほしい。まあ納豆なんだからちょっと加熱するせいか、あのネバもちょっと減るんですよね。だから普段その納豆のネバネバがちょっと小さい頃の僕みたいな食べても、これだったら十分食べれます。納豆嫌いな人にぜひおすすめします。じゃあ今日はこの辺で、チャオチャオ。あ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではチャオチャオ。どうなのって。